どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回の補足動画なんですけども、気になる男シリーズでね、初めてこちらの、クールピックス6900でやってみました。ちょっと画像がザラついてると思うんですよ。その分だけメモリが軽いんですね。で、普段撮ってるのは、こちらのソニーの VG1G ってやつです。こちらがね、10万円ぐらいするカメラで、こちらがもう新品で売ってないんですけども、メルカリでだいたい1万円前後なんですよね。10倍の値段がするんですよ。で、こちらの方5、6台持っていまして、壊れてもすぐに次の撮影ができるようにっていう風に、私の場合はカメラにね、コストを惜しまないようにしていました。で、こちらの方ね、なんで今回6900にしたかっていうと、バッテリーがちょっと弱ってきてですね、しかも充電器の方がイカれてきたんですよ。ですんで Amazon に発注はしたんですけども、まあこちらがちょっとね、充電で使えない間こっちにしようかなと。もちろん直接充電もできるんですけどもね、まあでもこれを機会に、まあ、バッテリーチャージャーも新しくしようかなっていうところでございます。はい、それでですね、私ね、その覆面 YouTuber として顔出しをしないところと、私みたいに顔出しをしているところで、顔出しをしないからこそできることっていうのはいくつか申し上げてきましたけども、じゃあね、顔出ししてないのにすごくもったいない使い方をするのはどういうことかっていうと、自分の個人的な意見を言わないことっていうのかな、まあ、そういうところに私は今ね、ずっとやりながら思いを留めているんですよ。というのが、顔出しをしながらも自分が何が好きで何が嫌いかはっきりしている田原総一郎さんみたいな方もね、いらっしゃるんですけども、尖りまくってますよね。ですんで、私は田原総一郎さんは嫌いなんですけども、でもよく見てるんですよ、嫌いながらも、だからそのアンチっていうのは本当にこういうことなんだなと思います。なんで嫌いなのかが明確になってる。それは自分の向いてる方向とその人が向いてる方向が違うから、何が違うのかがね、すごく面白いわけなんですよ。そこに大いにケチもつけられるし、上げ足も取れるんで、すごくね、楽しいんですよね。でも田原総一郎さん個人を憎んでるわけでも何でもないんですよ。ただ論調が合わないだけで、それでもね、たまに会うことがあるんですよね。それもまた楽しみ方の一つかなと思います。で、ちょっとメモったんですけどもね、やっぱ私が顔出しをせずに YouTuber をするとすると、忖度なく話せるってことを一つの利点として、そこをフル活用すると思うんですよね。つまりはイエスノーをいつもはっきりさせます。まあ、いろんな一般論を動画で述べた挙句に、私はこういうふうに感じてますよ、私はこれは嫌ですよ、私はこれが大好きですよ、みたいなことで、とにかくね、個人的な方向性を明確にすることがポイントだと思うんですよ。で、私は顔出しをしてもそれをやってるんで、顔出しをしない人っていうのはもっともっとできると思うんですよ。例えばね、阪神なんて大嫌いだ、だってこうだもん、みたいな感じで言っても全然いいわけですよ。それによって共感する人がずっと動画を見てくださって、強い、反感を抱く人も、まあさっきのね、私の考えみたいな立ち位置に立ってずっと見てくださるってこともあるのかなと思うんですよ。竹中平蔵さんの竹中平蔵ヘイチャンネルっていうのがありますけども、この竹中平蔵さんが YouTube チャンネルをスタートしたと同時に、私は竹中平蔵さんをディスるためのね、ロスジェネの恨みをこねたお前のせいだっていうね、そういう風なチャンネルもやってるんですよね。こちらの方も結構人気で、というのが竹中平蔵さんがこう更新するために私の動画も更新できるからなんですよね。まあ、そういう風なね、勝手に竹中平蔵さんと Q&A っていうか、そのワントゥーワン動画のリレーができるっていう面白さもあって、これをね、いろんな芸能人にくっついてやってみようかなっていうところもありますけども、今のところ竹中平蔵さんだけをね、愛すべき個人攻撃をしてます。基本的には好きなんですよね、表情とか、知識豊かなところとか、分かりやすい経済観とかね。まあ、でもなぜかね、日本の経済が立ち行かないことは竹中平蔵さんのせいになってるじゃないですか。ですんで、それは大いなる思い込みとプロパガンダと思うんですけども、せっかく竹中平蔵さんが悪いっていう風になってるんだったら、その論調に乗っかっていこうかなみたいなね単なるね、せこさ満載の私の放送ではありますけどもね。だから敬意と尊重心は竹中平蔵さん個人には持ってるんですよ。だから世の中の思い込みに対して私は乗っかっているって感じかなと。で、代弁しているってところかなと思います。ですので放送の中で、まあ、これは大いに誤解されていて、竹中平蔵さんの影響なんてそんなね、関係ないよと。あの人一人で日本の経済とかロスジェネ世代が作れるわけがないと。だから負けずに行こうぜみたいなね、呼びかけもしてるんですよね。で、顔出しをせずに放送する際に、私がね、自分の立場だったらやるなっていうのは、一般論に終始せずに本当に極端にとんがっていく発信が本当にできると思うんですよ。だって顔出ししてないわけですから。どっちつかずのことをやるんだったら、本当に印象に残らずに単なるいい人っていう風に映ってしまって、そうなるとね、単なるいい人で終わってしまうと、商品これは売れないんですよね。でもとんがってないといけない。どっちかに強く向かう方向、ベクトルを感じないと、この人に乗っかっていこうと思わないんですよね。この人はなんか結局どっちに向かうの、
やってもやんなくてもいいよって言われるんだったらどんなサポートを受ければいいんですかっていうふうになっちゃいます。だからこれはやんなさいよ、これはダメだよ、無駄だよって、家族とかかってる暇ないよみたいなところをザク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 言いながらも、でも家族は愛すべき存在だよねっていうふうな補完をしてくれるところはいいんですけどね。でもやっぱり家族が邪魔になるから離れた方がいいとか、あの在宅で YouTuber として仕事をするのはむちゃくちゃ難しいから、場合によっては出勤してカフェでやった方がいいんじゃないか、会議室を1時間ね500円とか1000円で借りるところがあったらそっちがいいんじゃないかとか、あの近所に公民館が必ずあるんで公民館の利用はタダじゃないですか、町内会費払ってれば。それとか地域のコミュニティなんていうのは本当に1時間300円とかで貸してくれるようなところもありますんで、そういうのをね、あの活用していけばいいのかなとも思うんですよ。つまりは疑似出勤をするってことなんですよ。あの自分の事務所を借りてどうこうっていうのになると大げさになっちゃいますんで大変ですけども、あのスマホ1個持っていけばね YouTuber 活動なんてできるわけですから。ですんでちょっと出勤してくるわみたいな感じで出勤して、何の憂いもなくで帰ってきたらもう家族とバシッと一緒にいるみたいなね、メリハリをつけていくってところも一つのアイデアかなと思います。で放送する際 のことなんですけども、もうとんがっていくことなんですよ、本当に極端にとんがること、うん、で嫌われることを恐れずに濃いファンだけを集めるようにしていかないと、結局あこの人いい人だよねと、自分のことを否定しないしみたいな、このいい仲間ができてしまって、それがいつの間にか時間の無駄コミュニティにつながるわけなんですよ。もしかしたら売り上げも作れないようなライブ放送や動画配信をしてるってことは、自ら時間の無駄コミュニティを作ってそこに多くの人をね沼に落としてる可能性もあるんですよ。お金を払いたくなるほど問題解決がしたいんですっていうところにやっぱ目を向けてあげるっていうのは、商品が売れた時に完成しますからね。ああ商品を買っていただいた、ありがとう、お金が入った、じゃないんですよ。お金を払ってでも解決したいことをあなたに任せたいんだっていう強い意志が、そのベクトルが発信者と合致するとき、だから発信者がどっちに向かっているのかってことをやっぱり強く強く訴えかけないといけないときに、単なるいい人になっちゃダメなんですよね。だから個人的な意見をとんがってとんがって極端に発信していくっていう場面は必ずいるんですよ。せっかく隠れてるわけですから、はい、ということでね、顔出してもなお私は忖度を恐れずに何でもかんでもやっていきます。嫌われることを恐れずに、まあ、ですんでね、顔出したらどうもなーっていう気持ちがある方はぜひね、顔出しをしない YouTuber として活動していただきたいと思います。じゃあどのように顔出しをせずに自分の意見をはっきり言えばいいのか、それはまあタカさんの方に行ってみればいいんじゃないかなと思いますんで、またねタカさんの YouTube アカデミー、覆面 YouTube アカデミーがなんか今月セールスされてそうなんで、そちらの方をちょっと注意してもらえばと思います。それではね、正確な放送はタカさんの方から何月何日にセールスプロモーションしますよっていうのがあると思いますんで、それまで寝正月を続けましょう。では補足動画以上です。いってらっしゃい。